うん、他の星にとっても多分地球って牢獄みたいな、あーそれなんか ちょっとこう噂的にも流れたもんね、はい、宇宙間でも、うん、ね。行くの気をつけてみたいな感じで、ね、嫌だ嫌だみたいな、だからいっぱい荷物ちょっとした準備にかかったみたいな、ちょっと治安悪い場所だよみたいなそういう噂、そうそう、だいぶ慎重にね準備してたみたいなね。でもね、してるやん、でその牢獄の中で一番いいのは日本だから、みんな日本にも、もう、ジャッジは並んだら、そういうことか、ね、分かってる子は日本に行くらね、はいはいはい、ね、英語がめっちゃ聞こえた、懐かしい、懐かしい、なんか私はももちゃんがあの地球に降りてきた時にね、3つ、うん、あの説明してたじゃないですか、うんうんうん、あそこでもうね、涙がツツツツツッと流れたんです。へえ、ね、なんて3つ、あ、だから、うん、生まれてきた理由を3歳の時に言ってて、うん、1つがその人の役に立つことと、うん、人に優しくすることと、うん、あと世の中おかしくなってくるから、うん、それは正しい方向に導いていくことっていうのを言って、うん、言ってたっていう話、うん、それ聞いた時に着地成功っていうのが出てきて、着地、で着地成功って伝えたももちゃんね、そう、あの、うん、そう、お母さんが忘れる時にめっちゃ骨の、あ、腰の骨が分離してるんですよ、うん、で、狙われてる、それはももちゃんを身ごもる前、身ごもる前に腰の骨が分離した、いや、生まれる瞬間に、生まれる瞬間に分離した、おお、あの、胎盤が、胎盤っていうか骨盤が、そう、骨盤が分離してるようになる、ね、それはなんで、うん、なんか多分狙われてた、狙われてたんだ、うん、闇闇っていうか、うん、あれでももちゃんが生まれると多分これから地球の、ね、うん、大事なメッセージをバイバイというから、ポテリスパテテラスパテテラスパポテリスパテテラスパテテリリスピテリスパテテラスパテリテリスピテリスパテテバテリ、あなたがテレビティーですもん、ももちゃんがテレビティースパーで、ママのお腹に入る時もテレビティー、ある意味、本当にこの、うん、着地するのにすごく苦労したよねって言ってくれてる、うんうんうん、ももちゃんその辺はどうですか、いや本当に多分大変だったから、うん、早くパーって多分入ったの、急いでた。で、レスパチパチパーもティレスパティレスパーでかてるだけでレスクティアラーバティスピテル。ハハ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 るんだよって、キューって出てるからもういけなって押されたのよね、うん、もうじゃあその辺、あの説明してあげてください、あ、そうそうね、うん、まあでも、うん、それはめっちゃ分かってる、うん、分かる、はいはい、だよね、必要な能力、多分自分が生きていくための能力を、うん、あの、そう思って、うん、多分もっと欲しかったはずなんだけど、あ、そう、必要最低限のもので、うん、これでもう生きていけるでしょぐらいのやつあるって思って来た、そうけど、うん、本当にできる能力はほんまに人よりもない、うん、けど、はい、急いじゃったよね、そう、もっと冷たかったのにっていう感じで、でも急いで地球がってね、そう、もっとアイテムが欲しかったんだ、もっと欲しかった、
しかったよね。もう、わ、デシパテルだね、デシパテル、ハッパテルだね、デシパテル、デシパテル、デシパテル、まあ、まあ、わ、デルビシパテル、シューっていう感じでね、滑り台みたいな感じ。わ、デルデルシパテル、フーみたいな感じで。この、あの、急、飛行機から降りるときね、この、こんな感じよね。あの、普通の私たちが滑る滑り台じゃないよねって今言ってるんだけど。もうワンケンシクティですよね。で、ももちゃんすごくデレデレデ上手にこう両手上げてって感じでね、入るのは入ったんだけど、着地成功ってなった後がデレデレえって入ったけど、生まれる時どうするのって痛がってるし、だいぶ悩んだよね。確かに出るか出ないかみたいな、出るか出ないかみたいなね。もうちょっとあれじゃない、出る前に仕上げておきたかったじゃない、ね、だよね、でもね、デレスパーケテリービシュプテレスパーケテレピテボーボーテボーボーテリリリリスターシードとしてデレガデモアワテリスーパースターシードみたいな感じなんだけど、もちろんデレラレキシュプティ割とデルゲティスターシードの場合は仕事をしに来てるので、デルゲティ、次の世代とか次のこの赤ちゃんを産むとか育てるとか、結構そこまでは計画してこない場合が多いんですよね。その辺、次世代もうすぐ、赤ちゃんが生まれるわけなんですけど、デルゲティ、これってすごいある意味冒険だと思わない？そうね、冒険心だけはすごいある、すごく勇気がいったと思います、彼女は、あのチョイスするときにね、ね、すごいビビシュピテルスパーってきて、やっとこれでベビちゃん、お腹の中の幼水の中にいるこのデレレレベチペティ、ある意味こう半分お腹にいるんだけど、どっか行ってまた戻ってきてみたいな感じでやるじゃない、デレスパーってその辺で、いろんなことがつまびらかに明らかになってくるよね、デレレレ、ただいま実況中継しますみたいな感じで、デレレスパーってデレスパーってデレスパーってやったらいいんだよみたいな感じで、皆さんおっしゃってますけど、こういうノリで実況中継、本当に、じゃあ今の展開の深海のあれを実況中継、すげえ面白いデレレレスパーデレレスパーって、まあ、最高のポータルかなって、まあね、ママの羊水の中にいる状態が、はい、あ、まあもちろん無重力状態なんだけど、デレレスパーデレレレティーデスパーケタルカタルバーデレレスピーティー、ももちゃんが表現することで今までこう、まあ神格化されていたり、このすごく、誤解されてたところが全部きれいに溶けていくよって言ってる、へえ、面白いんじゃない、実況中継がちょうどいい、なんか本がちょうどいい、本がそういうの実況中継の本、それなんだね、最高、めっちゃ面白いと思う、ねえ、なんかこの重力の中で出産するっていう感覚も新鮮だよね、きっとね、そうね、どんな感覚、楽しみ、あ、いいねしかもなんかどういう性格、多分プレッシャーやばいと思うんですけど、どういう、絶対やばい、やばい、相当な、多分なんか楽しむ人じゃないと入られへんやろうな、そうだね、だこの間ね、ももちゃんのお母さんとお会いしてお話したの、めっちゃ楽しいの、さすがももちゃんのお母さんと思うぐらいで、今日ももちゃんとね初めてお会いしてもうめっちゃ楽しいでしょ、その子供ですよ、だからお母さんがさ孫ですよこれね、さっきももちゃんのお腹にこうね、ゆうこさんも一緒に手を当てたら、レレレレシュケテレスパーケテルバテレシュケテレバテ、私たちがこうとてもね嬉しくて、あなたのバイブレーションにね一緒に触れたのよって言ってるんだけども、デルケテレスパーケテレイレシュケテレ、この、太まにが上にあったよね、でもおもちゃのお腹の上から上にも太まにがこう転写されたような感じで、わあ、できてデビしめてねだ、20センチから30センチぐらい上がってたよね、エネルギーね、すごい、いつもそんな感じなんですか、いつもなのかな、でもいるときは基本めっちゃシュワーって入っていく、
シュワーって感じよね。シュワーって炭酸そうそうって出る時も抜けるような感じ。そう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 、なんか分かるんですよ。分かる。でめっちゃ静かになるから、あ、いないみたいな。これね、すごく画期的だよね。そう、言っちゃって言っちゃってみんな。はいはいはい。そうですね。すごいな。そうね。でも、あ、世間の、あの、まあ、今までこれ子供ね生まれた方とか、今身ごもってる方とか、そういう感覚なんですよね。そういう感覚っていうか、それを知れただけでもね、人生変わりなんですよね。そうね。道があるね。ね。すごいことだ。ね。選んで。でも今2ヶ月だから、その入ったり出たりしてるけど、血流高くなると。そうなの？いや、生まれる瞬間にちゃんと意識。あ、じゃあもうそれは自由生きてるやん。でれれれれしめてれるかんかんかけれれしめてればばばで、確かに陽、陽石って今言ってるんですけど、でるけでらーげてるかん、陽石っていうのは体積、陽石みたいな感じで、で、見た目はこうポコーンとしてるような感じ、あの臨月まで。だけどレレレレパーティーエネルギーそのものが下ろすみたいな感じに行くんだよね、うん、こう、うん、ちょっとテレポーテーション、うん、シャ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 みたいな感じで、うん、そうですね。炭酸があるね。炭酸が、でもここがシューって引っ込むわけではなくって、そうね、うん、そう、何回も、うん、あのめっちゃ聖書を受けてくれた人の中で、流産した人がめちゃくちゃおったんですよ、めっちゃ怖くて、不妊治療した人めっちゃおって、やばいかもってなんか思ってたら、全然自分そんなことなくて、でもなんか流産した人が多すぎて、流産するんかなって聞いたら、その度にめっちゃ怒られる、なわけないやんって。わででで、ひしゅってでですか、ひでですか、ひでででででですか、ひでで、流産のこの概念っていうか、流産することがすごく悲しいこととか、でママはもちろんそのとても悲しいことなんだけど、彼らにとってみたら、イベント、それもイベントで、ちょっと練習に週にこうね入ってみるよっていう感覚が強いんじゃないかな。そうね、きっとももちゃんそれ伝えていくんだよね、実況中継しながら。そう、ね、そう、でも僕は絶対生きるからみたいな。そうなんか不安になるためにめっちゃ怒られるみたいな。なわけない、そんな時間わけないってね、自分を信じろみたいな。めっちゃ上がってくる。はいはい、まだ、すいません。楽しみ、なんかね。いや、だからでもこれからの時代にももちゃんがやっぱりね、のりこさんもそうだけど、たくさんの人にメッセージをね、大切な、やっぱり僕らが気づきたいけど気づけないメッセージ、気づく術がなかったメッセージをね、たくさんの人にこれから伝えて、そしたら一人一人がさっきもね、内科の話なんだけど変われば、日本が変わり、世界が変わり、宇宙が変わり、高次元もそれね、やっぱり全部ね、変わる、世界が全部変わっていくみたいな、そのためにもじゃあね、ようこそみたいな感じで、ようこそ、スーパースターシードね、スーパースターシードか、ハイブリッドです。ハイブリッドな。何と何のハイブリッド？レレビシュパーできてるか、パケテレビシュビティ、はレビシュビティ、お産というもの、レディレスパーティの、意識を革命していく。でレレビシュビティなので、デポン期ってさっきから来てるんです。デポン期の海のような状態、溶水が、レレレレスパーティ、その、デポン期の時の女神のエネルギーとの掛け合わせも入ってるんだよって今言ってます。要はデリーバーシュパーティー、本当にたくさんの年月こう海の中で進化してきた、命を見守りながら育みながら祝福してきた、そのエネルギーをここに再現して、彼女が、実験みたいな感じで、デラワバティ、本当にデリービシュビティ、デポン期を見守ってきた女神も一緒に、今回デリービシュビティ一緒に、創造していくよみたいな感じで、
そうなの、心強い、ちょっと実験がてら、そうそうそう、ちょっと実験してみようみたいな感じでかもしれない、楽しみ、ねえ、楽しみ、これからもうね、ももちゃんと純子さんが出会ってしまった、ね、やってしまった、出会ってしまった、またこれまた、またあったかくなった、また、また、またありましたね、すごい、こういう関係性ですか、プレアでしたよね、きっとね、プレアデスの時の仲間ですか、ね、プレアデスってわりかし近いからね、地球からはね、とっても説明したり、この伝えたりするのが上手だと思っちゃう、上手なのかな、あのプレアデス時代やってたもんね、確かにやってた、あ、やってた、なんかセミナー、セミナーしてたけど、喋るのめっちゃワークショップやってたよね、あの頃ね、プレアデスで、すごい、すごい、じゃあお母さんが何やってるかわかんないって言っておもちゃの言うこと言うけど、全然違うじゃないですか、どう今度表現しようかって、ね、情熱が湧かなくなっちゃったんだよね、受け取り方のものだったね、でも決してママが悪いわけじゃなくて ね、あのこれが地球かみたいな、現実を突きつけられるみたいなね、みたいな、たそんな感じみたい、今ちょっと見えてる、地球難しいって言って、地球難しい、ね、地球難しいね、面白いけど、ね、もう面白いけどね、いろんな星の人がいて、え、地球に今いる人たちはもともと今いろんな星の人がこう生まれてきて、そうね、あ、そういうことか、はい、なんか牢獄みたいなイメージすごかった、地球、まあ、今も分かるなんか、多分めっちゃ楽しいけど、でもその中で楽しんでる自分めっちゃすごいけど、そうだよね、他の星にとっても多分地球って牢獄みたいな、ああそれなんか ちょっとこう噂的にも流れたもんね、宇宙間でも、ね、宇宙間の噂で、あそこ牢獄だよ、気をつけて、え、行くの、気をつけてみたいな感じで、いやだいやだ、だからいっぱい荷物ちょっとした準備にかかったみたいな、ちょっと治安悪い場所だよみたいなそういう噂、そうそう、だから毎晩慎重にね準備してね、でもね、じゃあその牢獄の中で一番いいのは日本だから、みんな日本にも、じゃあつまなら、そういうことか、分かってる子は人気ね、はいはいはい、ね、地球は人気なかったの、人気ないの、そんなにないんですね、っていうか結構ハードな星みたいな感じに言われてたよね、あの頃ね何年前めちゃくちゃちょっと懐かしいな、なんかこんな話がするようになると思わなかった、確かにもうかなりジェネレーションギャップあるからねでもこういうことができちゃうこの時代ってすごくない、すごい、合わせてくれてるんだね、結構ね、地球のこの長さでいくとね、空いてることになってるから、あの、まばたき程度だけどね、実は、すごいね、楽しみね、めっちゃね、面白いいや、めっちゃ面白い、まだいいかなと思った、懐かしかった、いやいや、懐かしい、めっちゃ懐かしい、同じ星にいたってことだよね、そう、あの部分的に同じ星だよね、結構あのなんていうの、転生とも言うけど、移動は楽だからね、プレアデスの人って目青いですか、緑か、なんか、え、そういうイメージある、そんなことない、
地球から見ると青く見えるかもしれない、うん、で、プレアデスにいるときはいくらでも色が、うんうんうん、カラコンが好きでしょって、この星の人たちは、うんうんうん、懐かしいっていうか、カラコンが使いたくなるんだ。カラコンめっちゃ好き、めっちゃ好きだけど、やっぱそうなんだ、うん、見たいよ、やっぱり、うん、プレアデスが結構進んでるというか、近いですね、近い、うん、すごく、そのキラキラの世界っていうのはもしかしてプレアデスあかもしれない、キラキラの世界、そう、早くキラキラの世界行きたいってよくなるけど、うん、それがプレアデスなんかなっていう、なるほど、幸せ、そうだね、マジキラキラの世界だね、うん、確かに、うん、まあ古いからさ、プレアデスの人たちはそうね、すごい、めっちゃ緑浮かないで、カラコン入れないよ、レモン入れないよ、そう、面白いですね、面白いですね、いや世界が広がる、本当に広がる、あのね、スターチルドレンのための、うんうん、スピリットレッスンもね、そうそうそう、こういう感じで、うん、でできればももちゃんに、うん、なんかちょっと顔出してもらったら、もう、地球ってね、いろいろプロテクションの使い方とか、うん、バリアとかこの、うん、の張り方とかね、うん、ちょっとコツがいるよね、うん、でもそれ、うん、これからいるから絶対、うん、そういうこともちょっとね、あめっちゃいい、うん、手伝ってもらえると嬉しい、オブザーバーみたいな、あもちろんもちろん、ただ子供たちもすごく、うん、彼らも分かりやすいじゃないかなって思った今、そうね、確かに、うんうん、はい、ワークショップ、ワークショップ、うん、好きだね、じゃあもう、ね、うん、こんな日本語下手くそなのに、めっちゃいいね、うん、受け取り方ね、うん、もうだって説明いらないもんね、うん、もうめんどくさいね、この説明主語述語とか、日本安全でいいんだけど、なんでそんな説明いるのって言われたら、そう、たまにめっちゃ片言になるでしょ、全然意味わからない、急にね、なるんだけど、それやってたらいつまでたっても読み取り能力がね、うん、そう、なくなっちゃう、うん、なくなっちゃう、あのアンテナどんどんなく縮んじゃう、うん、スススッとね、ちょうどアンテナの話してましたもんね、うん、ああね、うん、そういうことだよね、うん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 、はい、うん、そうね、うん、ちょっとまたなんかね、ね、これから、ね、一緒にみんなでね、うん、なんか伝えたいことたくさんね、いっぱいいっぱい出てくるから、うん、ね、しかると思う、伝えましょう、ね、いや、ちょうどアンテナの話してたの、うん、うん、アンテナいっぱい、もーちゃんの喋る量でちょうどいい、あ、本当ですか、うん、アンテナ両方使える、そのくらいの話で、うん、で、自分も結構そうなちょうど喋るのがいいなって独特だよね、そうなんや、だって、そうだよね、うん、それがすごくこう、鑑真絡みにしちゃってる、うん、概念が、そうそう、だから牢屋、うん、なんや、そっか、うん、概念で、うん、概念で、うん、彼縛られてるんだ、うんうん、それがなんかこうちょっとこうなんていうのこう網目になって、うん、こうあのなんていうの緑色の網目のゴミにゴミを出した時に、うん、あのカラスがつつかないようにかける、うん、あれみたいに似てると思わない確かに、あ、似てるって思う、似てる、なんか地球の概念、概念、地球の概念、うん、こうやってかぶせるの、カラスに壊れないようにとかね、荒らされないようにと思って、確かに、そう、カラスよけのつもりは自分たちがかぶってるよね、あー、そういうことか、そういうことか、あれいらないよね、いらない、そうされると思うからされるし、そう、そうそう、そういうもんっていうカラスのことを思ってるから、うん、そういうイメージとして出来上がってる、うん、カラスが白くたっていいんだもんね、そうそう、じゃあプレアデスの常識ではない、プレアデスは全然違う概念で言ってるんですか、そう
共通してね、うんうんうん、フレアレスだけじゃない、あ、うん、地球がみたいな、地球がこの星が独特だよね。そうね、だからもともとだって概念、だって概念ない人と楽しく生きれてるし、うん、確かに、うん、けどもともとそれがなかったから、もともとなかったってことは本来の自分っていうものがあって、本来の自分以上にしがらみとかがついちゃうから概念がついてきて全然楽しくなくなかったりとかするから、もともとは裸で生きてきてるから、そうだから他の星も裸で生きてるみたいな感じ、この地球で生きるためだけに概念がついたみたいな、身についてる。でこれから変えていく、新しい世代、あの時代になるってことは、その概念を変えていくタイミングってことですか。あ、そうね、うん、そうね、より軽やかにね、捉え方に、なんかね、デレレレスクテレスカーってテレバーワチフィスクテレレレレスカーテレタルバーテレスカーバーテレビテレ、プレアデスの人が今来ちゃったけど、デレレレレスクテレスカーバーテレビテレ、お洋服を着替えるとか、カラーを選ぶとか、そういうのもデレレレティ、こういう色でこういう光を放つ、こういうしなやかさで今日はこういう格好って言うと、デレレすぐ現れたじゃない、あのこの、そういうフォーメーション、そうね、そういう自由な感覚、選ばなくちゃとか、これが合うとか合わないとか、あの分離してないんだよね、要はね、全てがこう分離してないというか、自分のエネルギーの延長線上みたいな感じのような気がする。そうね、本当に、プレアデスの人来ちゃった、来ちゃった。すげえ。ね、ボタン一つ押すとシュッって感じ。あ、そう、ね、私が来てた時はみたいな感じ。すごい。そう、シュッってね、あの一瞬で。だから地球に来たらめんどくさいよね。めんどくさい。排泄も一番めんどくさい。あ、そう。それあるよね。本当一番の難関。難関。で向こうはどうしてたの？向こうないないよね。ないんだ。あのデレレスパティです。パーって言ってる道にそこ言うかみたいな感じで。ない。ない。デレレスパティです。パーって言ってる道に。この固形体を食べるっていう感覚がないからかな。エネルギー。エネルギーで命をいただくのも地球の独特なのかな。確かに。そうね。命。命。エネルギー、なんかでっかい丸を食べたイメージがあります、その、エネルギーが、あのパンパン、ポコっていうのをポコッと綿菓子みたいにポコッとしたの、うん、って感じですね。懐かしい。そういう感覚よね、ジェニーに言うてしまったわ。ここまでバラしていいのみたいな感じだけど、すげえ。ポッとね、ね、そう、スープ飲むかゼリー食べるかみたいな、もう吸い込むだけ。そうそう、でも僕らももしかしたら音は覚えてるんだけど、それ思い出してないだけ。そういうことよね。うん、絶対そうだね。そうだよね。すげえ。これなんか一週間ぐらいずっと喋ってる。止まらないね。エネルギー食べながら、でもあのプラーナとかね、あの食べたらお腹空かないじゃないですか。それに似てる。プラーナに似てる。似てる。似てる。で一番近いかな、あの感覚は。いや、もうこんな話ができるなんて夢のようだね。よかった、再会してよかった。なんでこんな空きがあるんですかね。あのね、やっぱそうなってる。そうなの。今なんていうの、面白いこと言うんだけど、アルファとオメガを担当したんだよって。だからアルファとオメガ。最初序章を、結構自分早かった。レシファルティデレケティ、まあなんていうのかな、この次元上昇の最初の部分を最初のうちに来て。そしてこのももちゃんたちが着陸するのを待ってたみたいな。ああ、やっぱそうなんだ。半世紀以上かかっちゃった。すごいかかったと思う。半世紀かかった。かかった。
地球時間ね、ちょっと予定外かな。そんだけ時間かかる予定はなかった。もっと早く迎えられたと思う。そうなんだ。待たせたの。思った以上怖がるし、思った以上ビビるし、みんな確かに、怖いもんね、だって、だからちょっと予定がね、予定より遅れた仕上がりが。そうや、子供、赤ちゃんが言ってたのが、その星から、違う星から見て地球が真っ黒だったって言ってました。真っ黒、そういえば、黒い、この地球だけ黒いからみんな怖い。他の星はオレンジだったりとか黄色だったりとか、結構レインボー系が多いんだけど、地球だけが黒いって言ってるの。それはエネルギーがダークだから、ネガティブだからっていう意味、ちょっとこう隠されてるような感じ。そうね、なんか見えないようにしたほやもやみたいな感じで、あんまり見えすぎちゃうと、すごい別じゃないだって、行きたくもなくなる。あ、そっかそっか、鬼に見えちゃうかもしれない。はい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 、怖がるかもしれない。ミッション感じれば、シュッ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 と飛び込んでいくし、感じだよね。多分情報発信、僕はそういう発信をするために YouTube やらされているっていうのも分かってるし、それやっぱりそのタイミングタイミングで伝えなきゃいけないっていうのもそれは分かってるんで、だからね、これからも多分その時々に応じてやっぱり伝えなきゃいけないことって変わってくるから、今まで伝えなきゃいけないことは僕なりに伝えてきたつもりで、この地球で今の時代で何を大切にしなきゃいけないのか、何を大切にして生きていけばいいのかっていうのはやっぱり自分自身が一番大切、自分は力でこう自己をぶれないようにしてとか、いろんなそんなメッセージをね、伝えることは伝えてきたから、でもそれも多分本当にやっぱり次の次元に、次のステップにね、もう入ってるのももう分かってるし、今度やっぱ違う形で情報発信していかなきゃいけないから、今度やっぱり食べるもの、微生物、見えない世界は見えない世界なんだけど、その微生物とかそういう空気中のね、そういうソマチトだとか、そういう不老不死の生命体たちとどう付き合っていくか、どう向き合っていくかっていう、というメッセージとかね、やっぱり今日の2人のメッセージだとか、そういうのもどんどん発信してるね。やっぱり気づく人が、1人増え、2人増え、3人増え、たまに本当に情報発信もね、なんかね、めっちゃいいっすね、ね、そうしようしましょう。それであとはほら、僕なんかも何ぼでも使ってもらえばいいし、で例えばももちゃんの本出すときにそういうのとかいるしさ、ジュコさんなんかやるしさ、またバーってやるしね、みんなのそういうほら、みんながとにかく良くなりゃいいんだからさ、それでみんながもうそれぞれもう今も光の柱だけど、それがもうでっかい光の柱を僕はもう作るっていうビジョンが見えてるから、でも光の柱をこう立てて光の柱と光の柱がさ、根元が干渉してるところを刃物でフワーンとまたそこで干渉したら、フワーッとそこで光の柱立つから、でもぶっとい光の柱をペン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 立てたいなって、そんなイメージで、やってみますので、絶対見たい。はい。